どうも、木下ゆうかです。今日はマックで買ってきたイタリアンリゾットボールを食べます。これです。ちっちゃいね。ちっちゃい。ああ、2つ入ってます。2つ。これで199円。じゃあいただきます。うん、チーズが入っとる。チーズ好きだけ嬉しいです。ライスコロッケだね。これケチャップご飯の中にチーズが入っとって、それに衣をつけて揚げとる感じですね。うん、おいしい。でも1個100円か。高くないか。よう分からんけど。じゃあもう1個。これなんかちょっと黒い。なんで黒いんやろ。イカスミ。イカスミの中にチーズが入っと、これイカスミだけ絶対白くなっとる。イカスミご飯、イカスミ風味のご飯の中にチーズが入ってます。さっきのやつのね。あ、どっちが美味しいかな、これ。結構両方美味しいです。でもちっちゃくて1個100円だから微妙。もうちょっと安かったら嬉しいですね。でも美味しいです。ごちそうさまです。またね。